はい、お疲れ様です。即科事後の久保ですえ。今回のテーマ、うつ病なんですけどもね、うつ病っていうのは、も、ま、う、あ、私の年齢も関係するのかもしれませんけども、10代とか20代の頃はちょっと聞いたことがなかったんですよね。で、40を過ぎてからうつ病ってあるのがだんだん意識できるようになってきて、まあ、そして今はね、うつ病っていうのは本当に多いんだなっていう風に感じます。感覚で言うと、 もうを切った人よりもうつ病になった人の方が多いっていう風にうつるって言ったらいいんですかね、まあ、そのぐらいなんかその当たり前の病気になってきたかなと、うん、でその風邪をひいたらね3日ぐらいで治ると思いますけどもうつ病っていうのはねずっと治らないっていうかいつ治るかわからないしいつかかるかわからないと用心していても用心していなくても突然自分の心に湧き起こるね、まあ、そんな 現象なのかなと思いますけども、このうつ病っていうのは昔はどういうふうに処理されていたのかな、認識されていたのかなっていうふうに、今回はね、お話を進めていこうかと思うんですよ。まあ、題してうつ病の歴史とでも言いましょうかね。まあ、うつ病にそれほど長い歴史があるような気はしません。まあ、少なくとも記録があんまり残ってるってのはね、考えにくいんですよね。千年前に、やっぱりこの国にも鎌倉幕府時代人は生きていましたけども、うつ病で、 困ったとか、ね、うつ病の治療に明け暮れたなんていう記録は多分ないんじゃないかなと思うんですよ。うん、もしかしたら全然ね、あのー、無視されていたのかもしれませんしその敷地っていうんですか、うん、精神的にちょっと参っちゃう時期って誰でもあるからそれと同じように考えられていたのかもしれませんし、まあ、そもそもね空に困るような日々ですから、まあ、全員がうつ状態で、まあ、それでなんか釣り合いが取れていたのかもしれません。 うんまあ、こういうふうにね今放送を聞いてらっしゃる方うつ病について考えたことってあります、まあ、私たちが現代社会でよく聞くうつ病という言葉なんですけども、まあ、実は昔から存在していたのかそれとも最近になって増えてきたのか、まあ、気になるなと私は思うんですけどもそうですね興味深い問いかけとして、まあ、私たちは昔の人々はうつ病に悩まされていたのかなっていうふうに まあそもそもそそ考えるのかなっていうところですよね、うんまあ、それともう現代社会のストレスとか環境の変化っていうのが新たに私たちの精神に負荷を与えて結果うつ病っていうことになったのかなってところですよね。まあ悩みを抱えるその延長線上にうつ病があるっていうのは。 まあ疑いないことかなと思いますよね悩みがない方がうつ病になっちゃったっていうのはちょっとなかなかね結びつかないような気がしますまあ最近ではうつ病に悩む人々が増えてるっていうふうに言われてるのは皆さんもご存知だと思いますけどもまあ経済的な問題とかね社会的なプレッシャー人間関係の悩みまあこういったものがうつ病を引き起こす可能性があるんじゃないかなと思ってるんですよしかし昔の人々はどうなんでしょうか現代社会とは違う環境で生活していたと思うんですよ一体 彼らはうつ病や心の苦しみをどのように感じていたのかなと思います。まあ、ここで私のね、想像なんですけども、昔の人ってのは、神様や仏様っていうものをよりどころにして、こういった精神的な病にかかりにくかったんではないかなっていうふうに思うんですよね。何でもかんでも回答が導き出されて、白黒がつきやすい現代にこそ、もしかしたらうつ病の正体が隠れているのかもしれません。ね、昔はね、自分が悪い、 自分の責任なんじゃないかなっていうふうに思うようなことがあってもそれは神様の試練ですみたいなねことがあったりとかそれから地獄の鬼があなたに働きかけているんですって言ったらねあそうか地獄の鬼のせいなんだっていうふうに責任転嫁できたからだから人々は救われた楽になったんじゃないかなと思うんですよねでちょっと本題になってくるわけですけども現代のうつ病と昔のうつ病を比較するとその表現や理解の仕方には違いがあるんじゃないかなというふうに 思います昔はうつ病っていうのがね要するにあの鬱陶しいっていうね漢字があるじゃないですかあの漢字を当ててうつ病という言葉が使われていたんですけどもまあ神経系とかね憂鬱症とも呼ばれていたわけなんですよしかしそれが現代のひらがなで書くうつ病というふうになってからそのうつ病の範囲がかなりね広がったわけなんですよねで昔の人々は心の苦しみをどのように表現したのかっていうのは 文学や芸術作品を通じて、その一端を垣間見ることができます。え例えば、江戸時代の歌舞伎とか、俳句、こういった作品には、孤独や無力感、悲しみを表現したものが数多くあるわけですよね。これらの作品というのは、当時の人々が心の闇と向き合い、表現したものと言えると私は思います。まあ、ですんでね、自分が弱い心になった時に、こういった過去の文献を見ていくと、あ 自分は昔の人ともこういったところで繋がっていけるんだなっていうところで、スッとねうーん、体の重みというか心の重みが楽になるっていう経験を私は何回もしました。だから多分、芸術とか宗教画とか昔の文献っていうのは、いつまでも語り継がれていくんじゃないかなと思います。逆に考えると、そういった歴史とか宗教とか文学、文化ってものに関心がない方は、 個人の殻の中に閉じ込められやすくなって誰とも繋がっていないっていう風に思っちゃうんじゃないかなっていう風にも思うんですよね。肝心なのはだから今生きている周りの人と繋がってるかどうかというよりも1000年前や5000年前の人類と自分が繋がってるとあ、昔からこういう人はいてその人が今自分に語りかけてくれる言葉があるんだなという風に感じると途端に孤独感やいわゆる悩み うつ病からのの回避いうものがでできるんじゃないかなかか私は考えすすけどどうですかね一方ですね現代のうつ病は医学的にも研究が進んでいて脳の化学物質のバランスや遺伝的な要因などが関係してるんではないかなっていうふうに考えている人もいますまたですね、えー、月並みですけどもストレスですとか社会的な要因もうつ病に寄与しているというふうに捉えることもできます で、だんだんまとめに入っていくわけなんですけども、うん、私はうつ病が昔から存在していた可能性があると考えてるんですよね。ただし、昔の人々は現代のようにうつ病と診断してくれるような医師もいませんし、治療方法があるわけではないので、基本的にほっとかれていたと。ほっとかれてるうちに、まあなんとなく社会と上手に融合していったんではないかなと思うんですよ。うん、しかし、彼らは自己苦痛とか社会的な孤立感を抱えながら生きていたのかもしれません。それは、 教育っても,の、うん、もっと言ったら文化とか歴史ってものから切り離されていたから今生きてる人々にどのようにアプローチしていくかぐらいしか解決方法がなかったからなんじゃないかなと思うんですよで現代社会においてもうつ病はまだまだ理解されてない部分がありますうつ病は理解されないっていうふうにうつ病当事者の方も思ってると思いますけども研究者も誰一人うつ病について深い見識を持ってるかどうかっていうのは疑わしいことです しかし、私たちはうつ病を抱える方々に対して深く理解し、サポートすることはできるんですよね。はい、えー、そして、えー、これはね、最近の経験をもとにしたまとめになってきますけれども、えー、私自身も、まあ、うつ病との戦いをね、経験したとは言いませんけれども、そういった方からのご相談を何百件と受けてきた、あそんなね、えー、コンサルの一人です。 昔の人々と同じように心の闇に苦しんだ経験を持っているのは、それは私も変わりません。今でも人間の心の闇っていうものはね、どのようにブレイクしていくのか。ブレイクってのはつまり心の闇。人を傷つけて快感を得たいとかね。それから人のものを取ってみたらどういう風になるんだろうかとか、うん。そういった闇ですよね。うん もしくは自分を傷つけてみたいとかね、そういったこともあるかもしれませんし、どこまで自分は落ちぶれるんだろうかっていうふうに、転落を快感と感じる。まあ、そんなね、奇妙な経験です。で、多くの方は今、治療を受けることができて、治療を選ぶこともできます。そしてサポートを受けることもできます。特に、インターネットってものが発達してきて、世の中にはね、自分の周りにはうつ病の方がいないけども、もしうつ病の方が、 いるとしたら、その人に何かできることはないだろうかっていうふうに考えている方もいて、インターネットでそれがマッチングするってことも結構あるんですよね。で、うつ病が昔から存在していたのか、それとも最近になって増えたのか、これね、結論としてはっきりとしたことは分かりません。しかし、私たちは昔の人々の痛みを受け継ぎながらも、より良い社会を作り上げていく、そんな希望に溢れているんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、今私たちが悩み、苦しんでいること、 これはもしかしたら先祖から相続したものかもしれませんし、これからも死死孫々にわたるまでに内容は変わってもね、受け継いで行ってもらうもの,ものなのかもしれないですね。はい、ということで結論が出ないような、そんなね、えー、10分になりましたけども、皆さんいかがお感じでしょうかそれでは